ミスズ監査法人は日本でかつて存在した監査法人。1968年に監査法人中央会計事務所として設立され、2000年に青山監査法人と合併して中央青山監査法人となった。いわゆる四大監査法人の一つであり、中でも日本最大手の規模であったが、不祥事がもとで2006年に、 金融庁から監査業務停止処分を受けた。その後、ミスズ監査法人に解消したものの、信用回復には至らず営業の継続を断念。2007年7月31日に解散し、その後は生産法人として存在していたが、2016年4月30日に生産決了した。業務停止処分を受ける直前において、 監査を担当していた会社は5330社に、上り、トヨタ自動車、ソニーなど、日本を代表する企業を顧客としていたが、2006年に、金融庁の監査業務停止処分により、大口顧客を失った。解散時の理事長は、片山英樹。前理事長は、奥山秋夫。世界4大会計事務所の一つである、アメリカ合衆国のプライスウーターハウスクーパースと。 提携関係にあった。本部は東京都千代田区霞ヶ関3丁目の霞が関ビルにあったが生産法人が同ビル4階に移った。山市証券、ヤオ藩ン、足利銀行など粉飾決算をしていた破綻会社の監査を担当していたため破綻後に就任した新経営陣などから訴訟を起こされており、足利銀行事件では2005年をはじめに 金融庁から開国処分を受けている。2005年に発覚した金棒の粉飾決算事件では、監査を担当していた中央青山所属の公認会計士が粉飾を指南していた県議で、事務所や奥山明尾理事長の自宅が家宅捜索された。奥山理事長は報酬を50%カットしたのみで留任したが、他の理事は全員辞任した。この他にも2006年には、 ライブドアマーケティングが粉飾決算した際の監査を担当していた。粉飾決算を行った企業への監査の関与が目立ったことで、中央青山の信頼性に重大な疑問が生じる事態となった。司法当局は金棒事件については会計士個人の犯罪で、あるとして監査法人の基礎は見送った。2006年5月10日、金融庁の公認会計士、 監査審査会は中央青山に7月1日から2ヶ月の監査業務停止処分を命じた。これは4大監査法人にとって前代未聞の事態であり、この処分によって顧客との監査契約は7月1日で解約となることから中央青山に監査を依頼している企業に大きな混乱をもたらすこととなった。日本商工会議所の山口忍会等はこれを 受け翌日の記者会見で、厳しいが当然、配信行為は許されないと発言している。2006年6月1日、中央青山の海外提携先である、プライスウーターハウスクーパースは、中央青山の監査業務停止に伴う顧客の受け入れ先として、新た、監査法人を設立。この新設で、中央青山から新たへ、旧青山監査法人出身の社員、 職員を中心に一部外籍した。業務停止処分の明けの同年9月1日、中央青山監査法人は、ミスズ監査法人に解消して、再起を図ったが、2006年4月時点で830社、余りいた上場企業の顧客は、この時点で600社程度にまで落ち込んでいた。それから間もない2006年12月18日、ミスズ監査法人が監査を担当していた。 日光コーディアルグループの有価証券報告書に虚偽記載が発覚。問題になった2005年3月期の有価証券報告書に宮中尾青山が適正意見を出していたことから日光の虚偽記載を見逃していたことが問題視された。これらの相次ぐ不祥事に伴う信頼失墜により多くの公認会計士や職員が退職し法人内で動揺が広がった。 2007年2月20日、片山へ僕理事長は、記者会見で、ミスズが、監査業務から撤退し、他の大手3法人などへ、監査業務の移管、社員、職員の移籍を行う方針を発表した。これにより、日本最大の監査法人だった、旧中央青山監査法人は、解体されることになった。また、京都事務所は、京都監査法人、熊本事務所は、 熊本監査法人として独立した。2007年7月31日、監査法人としての業務を終了、解散した。8月1日以降は、生産法人として、生産を完了させるために必要な業務のみを行っていたが、2016年に生産欠量となった。代表生産人は、熊坂博之であった。中央グループの前身である。 監査法人中央会計事務所は、設立当時より大手監査法人の一つであり、中瀬広道、村山徳五郎の元日本公認会計士、協会会長の事務所運営のもとに発展した。1980年代には、当時のビッグ8の一つであったクーパースライブランドと提携している。もう一方の新興監査法人は、合併を繰り返して形成された順大手、 監査法人であり、その母体となった1973年の不層監査法人設立にあたっての合併は、制度発足以来初の監査法人同士の合併である。中央会計事務所はかつて国内トップであったものの、1980年代、中頃より大手監査法人の合併が、相次ぐ中でた法人に抜かされて、行き国内4人となっていた。その影響もあり、 国鉄民営化の際に獲得できたクライアントは日本貨物鉄道のみであった。1988年には中央と振興が合併し、再び国内最大の監査法人となる。当時の規模は、資本金8億1960万円、上場クライアント468社、公認会計士530人。ちなみに、それまでの国内最大手は、 監査法人朝日神話会計者の356社であった。片や、青山監査法人は、プライスウォーターハウスの直営監査法人であった。他の外資系直営監査法人が、合併等で国内の大手監査法人の一部となる、中、青山は、仙台、横浜、広島、松山など、地方の主要都市に続々と事務所を開設することで、 自場資本の海外進出に貢献し、規模を拡大していった。ソニーやアサヒカ製といったビッグクライアントも要するなど、純粋な外資系監査法人としては元より大きな規模の法人である。1998年、中央グループの提携先であったクーパースライブランドと青山グループの提携先であったプライスウォーターハウスが合併。 これにより新設されたプライスウタータンハウスクーパースは中央と青山の双方を日本における提携先とする構図になった。一方同時期に中央監査法人の大口クライアントであった日本工業銀行が富士銀行及び第一官業銀行と合併再編を行うことも取り沙汰された。新たに設立されるメガバンクをめぐり富士銀行の監査人であった。 オーター・キカズ監査法人及び第一官業銀行の監査人であったセンチュリー監査法人との駆け引きが開始された。その中でオーター・キカズとセンチュリーは合併を決めつなぎ止めに成功。中央監査法人はメガバンクを失うこととなった。しかし同時に前述した二重提携の構図の解消を目指して金融庁の指導の下で中央は青山と合併し、 中央青山監査法人となった。新法人は当初国内3位の規模であったが、まもなく2001年に監査法人伊東会系事務所を吸収これにより再び国内最大の監査法人としての地位につくこととなる。監査法人伊東会系事務所は、東海地方を拠点とする古参の地域監査法人であり、にもかかわらず、トヨタ自動車系列を筆頭に、 中部電力や東方ガスといった大口クライアントを多数有する移植の有料法人であった。しかしながら一地域法人のネットワークには限度があり、世界的大企業として君臨したトヨタ自動車にとって会計監査人が海外投資家に無名のローカル監査法人であったことはグローバル経営戦略上大きなボトルネックとなっていた。そこで7日寄った。 PWC のグローバルネットワークを求める、トヨタ自動車の移行により、中央青山監査法人へと合流することになった。一方で、外資色の強い旧青山系は、旧中央系の社風になじまず、また不祥事が、旧中央系のみに集中していたこともありよう、グループはあまり混ざり合わず、これが新た、監査法人の設立を容易にしたものと考えられる。 もともと中央と青山の合併はスムーズに進んだわけではなく、当時青藩の粉飾決算事件等の不祥事が明るみに出ていたことがあり、青山系の中には合併に反発する動きもあった。それゆえ当初は1999年7月に予定されていた合併が一度延期された経緯がある。そして金棒事件が起きた2005年には、 旧青山系のクライアント及び社員を中心とする監査五部が開設されている。新た、監査法人は、この監査五部と金融部が分離独立する形で設立されたものである。この動きに反発する社員は多かったものの、経営トップの指導力不足から、PWC の強行姿勢を崩せず、分離の動きを認めざるを得ない状態となっていた。こうした経緯もありみすず解散の際、 新たへ移った、所属会計士は少なかった。なお、ミスズ監査法人が解散を決めた、直接の理由は、同時期に、内部統制監査制度や市販機レビュー制度の開始を、控え人手不足が懸念され、各法人とも試験合格者の囲い込みや、人材育成に奔走する中で、数多くの人手をあずさ監査法人に引き抜かれた、ことによる、 当時中央青山の主要顧客であった新日本製鉄やセブンアイホールリングスは中央青山の業務停止に伴いあずさ、監査法人と共同監査を行っていた。一方であずさは大手監査法人の一角だった朝日監査法人を母体としているものの発足して数年だったため法人としての知名度は低く。 他法によりも一層激しいリクルート活動を行い人員確保に努めていたその中でみすずの監査チームに露骨な打診を行いそのまま引き抜いてくるなどの手法がみすずの人手不足や内部分裂を加速させる結果となったそのためみすず解散の際に多くの所属会計士はあずさを敬遠しまた独自色の強い東松でもなく 社風の近い新日本監査法人へと移籍する結果となった。なお新日本監査法人は当時の日本公認会計士協会会長、藤沼明の出身法人である都合上、人員やクライアントの誘致に最も消極的であった。公認会計士、監査審査会の活動状況を第3小調さ審議に朝日新聞2006年5月12日8面。 我が国監査法人の展開、原進氏、著、1995年。これからの会計監査、企業の内部統制導入と監査法人改革の、動き、菅原ふさえ著、2007年業務停止処分を受けた、中央青山監査法人合併に次ぐ合併で、巨大化した落とし穴ネット IB、2006年5月22日、旧伊藤系のクライアントは新た。 監査法人の独立に際し、トヨタ自動車系列の会社がそこへ合流していったが、一方で、中部電力、東方ガスほか多くの在名クライアントは、ミスズ監査法人へ残留し、名古屋事務所を継承したアズサ監査法人へと移っていった。我が国監査法人の展開、原進氏著、二千三年、ミスズ監査法人を解体させた、引き抜き、日 BP 社、 2007年3月14日、監査法人の未来像、監査法人の研究、柴田秀樹著、2010年、国税庁法人番号公表サイトより、ミスズ監査法人の情報が行われている。ありがとうございます。